オタゴ級哨戒艦は、ニュージーランド海軍の哨戒艦の環級、プロテクター計画の一環として整備されたことから、プロテクター型外洋紹介艦とも称されており、2隻が建造された。ニュージーランドは日本に次ぐ面積の、排他的経済水域を有しているにもかかわらず、その警備を担任する艦船の戦力が限られている、ことが問題となっていた。 それに対処するために計画されたのが本級である。2002年7月、ニュージーランド国防省は本級の開発、建造に関する提案依頼を行い、2004年7月にはオーストラリアのテニックスディフェンス社が主契約者として選定された。初号館は2005年2月に寄港され、2006年11月18日に浸水した。戦力化は、 計画より、やや遅延し、竣工は2007年4月の予定であったが、実際には2008年初頭となった。2008年9月、国防省は、本級の計画遅延は、関西帝の運用能力の問題と、ロイド選挙協会の認定取得遅延によるもので、あると発表した。2009年5月、国防省とベシステムズ社は、これらの問題を改善するため、 重量にして300トンに及ぶ船体強化を行うことで合意した。以後の計画は順調に進行し、2010年2隻は相次いで収益した。本級はカナダの STX カナダマリン社により PV85 型小海艇として設計された。基本的には同社が先行して設計した PV75 型や PV80 型を発展させたものであった。 本級は、外洋商会館として、特に EEZ の警備に眼目が置かれている。所属、運用ともに、ニュージーランド海軍が担当する軍艦であるが、必要に応じて、税関職員や、漁業関支員を乗せてその職務遂行を援護するのが、任務である。氷結する冬の南極海に備えて、船体は対氷構造とされており、ロイド船級協会の規定で、 アイスクラス 1C に相当する。また、南極海の過酷な海峡条件に対応して、関西艇の要項は C ステート4まで、関西機の発着は C ステート5まで、バートレップは C ステート6まで対応可能とされており、艦自体は C ステート6まで通常の紹介活動を実施可能 C ステート9であっても生還可能とされている。 ありがとうございます。